オッケイ。あ、でかい。でかいんだけど、このリールでは。頑張れ。あー、トランクが。頑張れ。オッケイ。あ、オッケイじゃない。逃げる。心臓が逃げる。こういうところ意外とララクーがいるよね。うん、落ち着いたところにいるよね。岸際とかもだけどさ、そこで休んでるよね。ベイトは入ってくるの待ってるのかちょっとわからないけどさ、いるよね。でかいのも入ってくるけど、ちっちゃいのがね、鉛筆みたいなやつとかね、いるよね。散歩だった。ちょっと体感もちょっとやったら、ね、移動かな、移動するにもな、配信できて釣れそうなとこ、ソスの方まで登ろうかな、どうしよっかな。メカリグはやらないの？うんうん、やらないですかね。気が向いた時はやると思うけど、基本的にはやらないですね。フラグのみです。なんか特殊なことがない限りはワームは使わないですね。変なワームを見つけたとかさ。スプーンももう使わなくなっちゃったね。まあメタルジグとかメタルバイブとかは使うけど。大潮の最干潮まであと2時間くらい、2時間くらいだったらばもう移動しよっか。この岬の先端まで行きます。ツルツルポイントっす。ここがね、荒れてるといけないんだよね。よいしょ。あと、それなりに潮が引く時じゃないと、いけないという。鬼のように滑っからないけど。わー。ツルツルでさ、ここを登るのも大変なんだよ。ほっ。わー。波で押されて足が滑る。オッケー。地獄だぜここは。こんな冒険するなら良いスポットなん。いや、そこまでいいとこじゃない。そこまでいいところじゃない。理想的なリーフが広がってるとかでは全然ないんで。ただロケーションが、ロケーションが素晴らしい。あとこう楽しい。電波もあって、ね、ちょっとこうね、冒険的なのもあるし、沖縄らしい魚も釣れるので。そんな大きいのはいないよ、ここには。よし、ちょっと一点増え台がよく釣れるとこなんで、いるかどうかチェックしましょう。釣れないぜこれは。きっと今日はロケーションはでもすごくいいっしょ。本当に釣れそう感たっぷりだよね。もう無限にロックフィッシュが釣れそうなんだけどね。いないんだよね。おお、一点増え台は今日は住んでないみたい。寒いから沖に行っちゃったかな。まあまずは手始めに草。去年は冬でも釣れたんですけどね。イネディアンですね。無理か。こっちも旗飛び出してこれみたいや。タフナの魚はボール来たら釣れるようになるよ。魚ってやった時代で俺ブスッと刺さるんだけど。落としてもいないんですけど、落としても何もいないんですけど、オッケイ。あ、でかい。でかいんだけど、このリールでは。頑張れ。
頑張れ頑張れ頑張れ、あートランクだ頑張れ、あ、鬼平町だ、あー無理だ、こいつは無理だ、上げるところがない、うわー無理だ、鬼平じゃなくて浪人かな、どっちかな、オッケーあ、オッケーじゃない、逃げる、心臓が逃げる、心臓が逃げる、心臓が逃げる、オッケー、やりました、ベイトフィネスで通りました、心臓が逃げる、上がりて、ここから上に登りて、心臓が逃げる、よいしょ、霞じゃなくってね、鬼平、はい、鬼平アジが L 字ヘビーミノーで釣れましたライトゲームにしては十分な大きさだろう、やったー、新しいパックロットで釣れました、魚魚、よし、ちょっと写真撮りたいんで俺向こうに一旦逃げていいちょっと安全なとこまで歩いてく、よくあげたな、わがいや今時のパックロットっていうのはすげえですね、水があるとこにしてやろうかな、はい、鬼平アジと思います、釣れました、やった、アラン期間に返してあげよう、ありがとうありがとう、いけるか、いけますよな、さよならよし、一応こんな風に太軸にしてるので、まあ60くらいの鬼平でねやり取りしても全然問題ないです、やったありがとう、さてまだなんかいるかな、ありがとう、テールウォーク、テールウォークありがとう、よしじゃあ戻りましょう、戻りながら打って終わりにします、やったあれが霞だったらな、もっと引くんだろうから無理だったかもしれないですね、やっぱ落としたら釣れるな、目の前に岩の下に落としたんですよ、はい、ガンモハタやったこれを今日は釣りに来ました、ガンモハタがハードコア LG ヘビーミノーで釣れました、ほんとかなりシビアですね、やったぜ、写真撮ろうっと、よいよいよい、魚魚、オッケー、かわいいよ、いいよいいよ、そのままだよ、いいよ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 、というわけで関門畑くんでした、ありがとうね、いつも、おいでででででで、はい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 、分かってる分かってる、早くしろってね、ありがとう、バイバイよし、本当にこう岩の切れ目のピンに落とさないと釣れないね、おお、キワキワに入れても出てこない、荒れてる方向にはやっぱいないね、あ、危ねーもうやめよ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 、よし戻りながら打って終わりにしましょう、あ俺のネットがあんたこに刺さってる、嘘でしょ全然気づかなかったえ、妖精さんの仕業かなこれは、こんなところに俺のネットが、それほどこのネット軽いんだよね、いやー今日はニューハーフ棒でも食べてよ、ゆっくりね
早めに帰ろっかな。でも今日はもう仕事をしたっていう気になってるから。これが結構しないの？ん？ああ一応しないように気をつけながらやってる。見えるところでやってるんですよ。ああそこは大丈夫そうだなって。完全にね見えないところで着底させて巻いてっていうのは一切やってない。見える手前側だけでやってる。まあそれでも根掛かりするときはするけど。でさっき鬼平釣れたときもそんな感じですね。ポケットの根掛かりしないようなところに落とす落とすっていう風に。ハタちゃん釣れたときも同じで、見えないところは3回くらい4回くらい巻いて止めて1,2,3 止める1,2,3 止めるっていうのを繰り返す。おそらくレンジはもっと深くしないとダメ、釣れないと思う。だが根掛かりするのは嫌だ。今日はね、今日はまだ釣れたからいいけどさ、釣れなくて根掛かりしてね、ルアーロストして帰るなんて言ったらもうやる気ゼロになっちゃうよね。揚げ潮に変わる前にあそこを抜けましょうかね。一番危ないところ、河口方面を少しやったら終わりにして帰りましょう。ハロー天下さん、こんにちは。れてる珍しくさ珍しくちょっとだけ、ちょっとだけいいのが好き。ちょっとだけですよ、本当。というわけでお疲れ様でした。まあ、向こうのね岬の裏くらいなんですけど、まあ、鬼平釣れてよかったですねまさか釣れるとは思わなかったけどね。新しく買ったねこのアウトバックライト、いい仕事をしてくれましたね。あとベイトフィネスのリール、テイルウォークのフルレンジ BF、ありがとう。そしてデュエルさんありがとう。帰ろう今日も帰ろう。よく持ったな、 LINE もだけどよく持ったな。そうよくあげれたなよし帰ろう。ニューハーフ行こうぜ。ニューハーフ、ニューハーフも LINE じゃなかったっけ？ニューハーフはね、あの道の駅のレジの横に小さい保温器みたいなのがあってあそこにいる。かわいくね存在してるよ。まだニューハーフはあります